者目線。ここからは取材をした的井記者です。よろしくお願いします。お願いします。今日大阪で特殊詐欺の条例改正について話し合われたということで、これがその内容ですよね。今回話し合われた条例改正案はこちらの5つになります、うん、まず高齢者は ATM 操作中の通話禁止、 ATM の振込制限、金融機関は不自然な出入金があった場合警察に通報するなど、こちらの5つが決められました。こちら来年2月の議会で審議されるということで、罰則はなし、義務化すれば大阪が全国初となります。こちら大阪が全国初となるのにはこのような理由があります。特殊詐欺グループの元リーダーによりますと、大阪、京都、兵庫が狙いやすいということで、騙せるとよく聞く。関西の人は人情があり話を聞いてくれるので詐欺をしやすいという話なんですね。そんな大阪でも特に被害が多いのが還付金詐欺です。こちらご覧ください。還付金詐欺の被害金額はおよそ13億円ということで、東京を抜いて今年9月末時点で全国1位となっているんです。この還付金詐欺なんですけれども、すごい手口が巧妙です。こちらご覧ください。こちら還付金詐欺の実際の手口なんですけれども、まず詐欺グループから高齢者に連絡が来ます。市役所のものとか自治体のものを名乗って〇〇役所の〇〇です、医療費を払いすぎているので本日中なら還付金を受け取れますと連絡が来て、はい、ATM で手続きをするように誘導します、うん、で ATM について着きましたと連絡すると、本人確認のために本人確認ボタンを押してくださいと言うんですけれども、はい、本人確認ボタンというのはなくてですね、なければ残高照会を押して読み上げてくださいと言われます、うん、でその時にこれ例えばの数字なんですけれども76万5432円ですと言います。そしたらこの数字を覚えておいてください。でそしたらこちら還付金を振り込みますのでお振り込みボタンを押してくださいと言われます。本来お金をもらう側なのに振り込みボタンを押してくださいと言われるんですけれども、これは手続きの一環なので押してくださいと言われます。で振り込みボタンを押すと当然金額指定ボタンの画面が出るんですけれども、そこであなたの個人番号をお伝えします。個人番号764321と入力して確認を押してくださいと言うんですけれども、これよく見るとこちらの76万5432円より少しギリギリ少ない数字を言われるんですね、はい、でこちら確認を押すともちろん76万4321円騙し取られてしまうという手口になります、うん、で今回大事なのがこちらです、うんうん、声かけなんですね。こちら実際にご覧ください。声をかけると俺のことなんてほっといてくれという方だったりとか、これ詐欺ですよと説得するのに3時間以上かかった事例がありまして、今回禁止にすることで呼びかけることがマナーとなって皆さんやらないようにするっていうことが今回の狙いとも言えていて、吉村知事は罰則がなくても実効性はあるという問いに対して、金融機関やコンビニは罰則規定がないからやらないというわけではなく、しっかり対応していただけると思っていると実効性も話していました。その結果被害は減るのかという点ですね。実際減るとは言えるんですけれども、実際こういたちごっこになっていると言えます。もともとオレオレ詐欺が主流だった特殊詐欺、今還付金詐欺が主流になっていますし、これから携帯電話を使ったネットバンキングの詐欺も流行ると言われています、はい、なので条例を作っても新しい詐欺が出てきてどんどんいたちごっこが続いていくんじゃないかとも言われています。なので結局一番大事なことはそれぞれの意識だと言われていまして、今回大事な提言はおいしい話こそ疑えということです。お金をもらえるというおいしい話あると思うんですけれども、疑うことが大事です。まずは自分自身の感度を高めていくことが大事と言えます。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。